ウラノケントロドンは、古生代ペルム期最末期、もしくは中生代三畳期最初期のゴンドワナ大陸に生息していた原始的両生類。ワケシーメリネスクスカに分類される。化石は、南アフリカ共和国、及び南アメリカから発見されている。知られている最大個体で全長3.75メートルに達するという大型の両生類である。俗名、 ユーロナセンター、オードンをユーロナセンター、エードンと記す文献があり、一部ではあるがこの名も一般に用いられている。しかし、ラテン語の用法などから考えて後者は後期と思われる。また、日本では背のみをセと英語読みした裏のセントロドンが用いられることもあるので、異名として挙げておく。他に裏のセントラドンとの表現もあるが、 先の文献に起源すると思われ、その生後については言うまでもないであろう。リネスクス下中の最大種であり、頭骨長約50センチメートル、全長は最大3.75メートルに及ぶ。頭部の形態は極めて扁平で、葉は非常に大きい。死体は頑丈で、より原始的なエリオプス状化のそれに酷似するものの、死種は脆弱であり、死関節は、 真の陸性には適さない。このことから、本種は必要に応じて陸上を移動することも可能な、しかし、生活の中のほとんどの時間を水中で過ごす動物であったことが伺い知れる。1977年に再分類されるまでは、ラッコケファルスやブローミステガと共に独立したウラノケントロドン科として分類されていた。この古い分類区分は一部ではまだ生きている。 ありがとうございます。